高級小説は中国風の架空の国であるスボシ国を舞台とした坂見健一のファンタジー小説。1989年の日本ファンタジーノベル大賞を受賞した坂見のデビュー作でもある。中国哲学や中国史に依拠した独特の記述法は、坪ボシ書、犬上文坪スボシに依拠して歴史事実を記載した小説という体裁を採用し、 ファンタジーノベル大正選考会では、井上久氏により、シンデレラと三国志と金平梅とラストエンペラーの魅力を合わせユース、奇想天外な小説と高く評価された。現代の暦で見れば1607年のこと、スボシ国で皇帝原州の崩御に伴い即位する新皇帝の高級整備が行われることになった。救助募集が行われた伊藤口多県で、14歳の 銀河がこれに応募し、高級の教育機関である女大学に学ぶこととなった。銀河を含む一行は、都の城である北歯へと旅立つ。その道中で義族である平正と薬隊に出会うこととなり、これが後に物語の重要な伏線となる。北市に到着し、救助としての教育を受けることになるが、天真爛漫であり、儒学の思想にとらわれない銀河は仲間屋しとなる。 瀬戸閣人と出会い、その中で、傍中術に基づいた、奇抜な高級哲学を学んでいくこととなる。その時期、宮廷では新皇帝に即位した、総円寺寺に対し、異母帝である、平木区を即位させようということ皇太后一派による皇帝暗殺計画が進められる。そのような状況の中、銀河は総円寺寺と瀬戸閣人の遠望によって、正秘として立候補される。 宮廷内の陰謀が渦巻く中、銀河が北市に向かう道中で出会った、平勝と、役隊が退屈しのぎという理由で挙兵を行った。この反乱軍を利用して、平菊陽律を目指すこと公太号は、瀬戸閣人の弟子である菊京と通じ、反乱軍を宮廷に導こうとする動きが発生する。混沌はこのこと公太号の陰謀を退け、幻影たちは、 国士攻撃を実行する。反乱軍を過大に評価した宮廷内では、もはや武力で、反乱軍に対抗する術もなく、数百人の救助たちが住まう高級も、その略奪対象として、攻撃を受けることになる。高級を守るべく、銀河は、救助や観覧と協力し、現役たちの軍勢に対抗していくことになる。1990年3月21日に、 日本テレビ系で放送された。テレビアニメ化されるにあたり、人物設定などが大きく変更されている箇所もある。小説中で挙げられる資料は、下記の通り。小説中で、名前の現れるスボシ国の工程は、下記の通り。小説中で使用されるスボシ国の言語は、下記の通り。ありがとうございます。